ようこそハマってください。あ、リップと眉毛は化粧に入らないんで、私の中で。七夕ありがとうございます。前髪切ったのは3日4日前ぐらいに切りました。後ろの人は誰ですか？この子は石津のところに届いちゃってこういただいたんですけど、やっと石津から受け取りました石津から受け取りました。超かわいい。ミオさん、この子知らない子だったんだけど、シェイミちゃんっていうらしくて、超かわいい。ハマっちゃいそう。かわいすぎて。しかも見て、この桜とこの緑がちょっとミオっぽくない？かわいい。ハマっちゃうわ。だるま、ありがとうございます。シェイミちゃんなんか結構多くてプレゼント違うところに届いちゃったみたいな。一回先輩のプレゼントが届いて、何々ちゃんへみたいな、あれって思ってマネージャーさんに渡したことがある。腰ありがとうございます。そう、石津がもう一個自分のところに新しく届いたって言ってた。星ありがとうございます。流れ星ちゃん。シェイミ。ポケモンです。可愛くないですか？パッツンしか勝たん。それな。パッツンが一番落ち着く。良いんだけど、公園になるとね、前髪が上がって眉毛が見えちゃうから、公園の時はパッツンすぎない方がいいなって思っています思っています。今めっちゃいい長さなんだよね、前髪だけを見ると。公園となるとね、伸びちゃうんですよね。次の公演は10日です。10日か13日当たった方いますか？眉毛見えちゃいけないの？そう、眉毛見えたら可愛くなくなっちゃう超いい長さ前髪。やっぱパッツが一番好きですね。そう、まさかの女性限定公演、美作りですね。10日当たりました。13日当たりました。10日当たりました。10日当たりました。公演一緒当たらない。ピエン、あ、ミラーボールありがとうございます。なんかみくるちゃんに公演当たるなんかパワーみたいなのをショールームでもらうと当たるらしいですよ。だからぜひ行ってみてください。すごいですよね。10、11、13、最高。星ありがとうございます。13日。おお、ユキ一人だけど大丈夫？心配ですけど大丈夫です。星ありがとうございます。ミオが公演当たるパワー送ってもね、当たるか分かんないけど当たれーっつって今は切羽詰まってるって感じですね。だから息抜きにショールームしてます。すごい詰め込んじゃってます、頭に。星ありがとうございます。ミアグランガープ当たらないって。ミア、なんてなんて。10日当たりました。13日の公演まではショールームあんまりできなさそうだから、今日も自主練前にやろうみたいな感じですね。あ、メッセージカードありがとうございます。みや、あれ書くの大好き。メッセージカードを何回かに1回ぐらいやってるんですけど、大切にしてくださると嬉しいです。
七夕ありがとうございます。あ、みおちゃんのメッセージカード当たりました、ありがとうございます。クロワッサンたい焼き美味しかったです。あの粒あんをいただきました、ありがとうございます。皆さんいろんな方に感謝。今日暑いですね。メッセージカードはね、なんか不定期でやるからあるからいつかわかんないですね。あればいいなみたいな気持ちで来ていただけると。クマありがとうございます。詩人のソロダンスのダブルピースはやらないの？だって、何も考えてないです。ピースする時もあれば指さす時、なんか元は最初は指さしてて、なんか気分でピースに変えてみただけですブラボーありがとうございます。どういたしましてありがとうございます。そう、研究生公演は写真をいただく時の裏にメッセージカードあるので、ある時はお見逃しなくって感じですね。指輪としたこともあるか、誕生日かなですかね。彩香ちゃんと何か話したの？だって、公演終わった後に楽しかったって聞いたら、楽しかったって言ってて嬉しかったですみおちゃんの詩人好きです。だってありがとうございます。七夕ありがとうございます。そう、私はメッセージカード今3回書いたことあって、研究生2回と初めてのアンダーの時に書きました。そう、メッセージカードは私は裏にも書いてるので見てください。そう、前も裏も書いてますね。そう、メッセージカード書くの楽しい。時間かかっちゃうけどね時間かかるんだけど楽しいですね。 We are growing up 公演ハマっちゃってください。見どころいっぱい、見どころいっぱいです。We are growing up。 みんなダブルピースが好きなのかな、この感じだとこの感じだと一番の見どころは早着替えチャレンジ。そうですね、最近はお水も飲めるようになりました。あの時間に、最初はお水飲めなかったんですけど、お水が飲めるようになりましたね。いいことです、早着替え。みんなあのポジション怖いっていうもん、早着替えだからそう、今君のところ。星ありがとうございます。七夕もありがとうございます。サイン変えたりします？サインはね、変えるってどういうこと？サインを変える？サインは変えないですね。詩人の衣装で写真撮れるぐらい、多分誰でも無理ですね、それは。ちょっとミキちゃんがミキならダウトで出てくるって言ってた。お花ありがとうございます。そう、公園でいつもビビってるのは早着替えです。一番怖い。言葉を飾るより、トーク会とサイン会もあるので7月25ぐらいに、もしよければ言葉を飾るより。七夕ありがとうございます。そう、
ここの自己紹介後列の3人が早着替えでなんですけど、サイン会と手形会申し込んだよ、ありがとうございます、嬉しいです。なんかね、話してたんだけどさ、この前初めて1月にサイン会った時にこれ個人のショールームでやりたいねって言ってたのにできなかったなんかお話できないじゃないですか、ありがとうございますしか言えないからさ。けどまあ仕方ないので楽しみます。星ありがとうございます、七夕ありがとうございます。渚を走る僕らのイメージ、しぶきあげて、うん、そうショールームとかでやりたい。あの他のさ、やっぱグループの方はそうじゃないですか、ミクルも言ってた、そうなんだけどね、いろいろあるんじゃないですか、わかんないです。星ありがとうございます。言葉を飾るより、そう個人だったら会話もできるし好きなようにできちゃうんだけど、無口な僕でいる、うんうん、恋を語る、星ありがとうございます。流れ星、流れ星、キャラクター投票分かりやすいね。え、なんかさ SK ファミリーのさキャラクター投票みたいなのがあるんですけど、あれさいつ変えたか覚えてないんだけどさ、みよ SK ファミリーのキャラクターになると思ってあれ書いてないよね絶対だからさあのいつもありがとうとか書いちゃってるしさ、さすがにああいうねキャラクターになる候補になるとは思わなかったから、そう落書きみたいな気持ちで多分書いたの、いつ書いたか覚えてないんだけど、ハートありがとうございます、七夕もありがとうございます。だからびっくりしたよね、あのちょ多分絶対知らずに書いてるって、あの SK のファミリーのキャラクターになると思って書いてない本当に、だから本当いつ書いたか本当覚えてないぐらい前で、でなんだろうね、 SK ファミリーに載せますって言って書いたのかな、なんかわかんないけどだからびっくりした、なんかあ何これと思って開けてみたら、なんか自分のなんか意味わかんない絵があって、え何これみたいな、でどうすんのみたいな、もしあれになっちゃったら、選ばれちゃったらどうすんのみたいな、本当にあれでやるのみたいな。ハートありがとうございます、星もありがとうございます。そう文章もなんかつけちゃったしね、ちょっと意味わかんないことになっちゃったんですけど、皆さんがいいなって思ったやつに投票してくださいね いや本当におもろいな、びっくりしちゃったわ。そう1位になってボツになっちゃう可能性がある、選ばれたらいいのに、やばいわ、みんな何これみたいな、これ選ばれちゃったけどみたいな、優勝候補なの？いや本当にびっくりしたびっくりしたわ、すぐに自分の絵って思った、あこれえミオやんみたいな、何これみたいな。オムライスは美味しかったです、今日はオムライス食べました。言葉は飾るよ、そう解放のね裏にねキャラクターのを載ってたりするんだけど、多分その感覚で書いたはず、じゃあびっくりびっくり、まあまあ可愛いからいいんじゃないでしょうかって感じですね。オムライスはトロトロ派、どっちでもいい派ですね、どっちでもいい、
けど、スフレってやつだけはちょっと苦手かもしれない。そう、キャラクターになりますか、この絵を載せますっていうのでだいぶ変わってくるからね。多分載せるの方だと思って書いちゃったんだと思う。オムライスケチャップ派です。家はケチャップ、外はデミグラス。そう、あ、言っちゃった。もうみんな分かってると思うからいいけどさ、文字も書いちゃってるしさ、おもろいよね。言葉を飾るより無口な僕でいる、トントン恋を語る。大富豪イベントありがとうございました。今日ブログに書きます、もう下書き済み。七夕ありがとうございます。焼き鳥は塩派っぽい、だってどっちも良いです。どっちもいいところがあります。塩もタレも皮も、皮じゃないやつも全部美味しい。言葉をブログの写真はまだ決まっていないですね。この前の公演楽しかったです。あ、ありがとうございます。AA はまだ私はつけたままですね。まあお任せいたします。あれはイベント頑張ろうって意味で AA をつけてたんで。言葉を飾るより。うなぎは食べれますか。うなぎはあんまり食べません。うなぎのタレは好きなんだけど、うなぎ自体がそんな好きじゃないですね。現地パイはあれは1月ぐらいの写真です。あの自撮りはあんま食べないです。現地パイ好きだけどね。今ハマってる食べ物はチョコレート。毎日チョコレートにハマっています。言葉を飾る。あ、エイエイは私発祥じゃないです。糸美希さん発祥。あ、アバターもありがとうございます。西井美代のお名前のアバター。言葉も飾るより。七夕ありがとうございます。美味しいチョコレート教えてください。ミュはチョコレート買うの迷ったらあのガルボにします。ガルボは気分じゃない時がないので。チョコミント食べたことないです。なんか食べようってなんないくない。永遠夜月の方と対戦した、おもろ。クロワッサンたい焼き美味しかった。アナンちゃんのアバターも可愛いよね。言葉を飾るより、無口な僕でいる、うんうん。公園にうちは8枚持っていかないといけなくなります。だっていいじゃん、10期生推しみたいな人も大歓迎だから、もう8枚持っていっちゃおう。ガルボはいちごとなんかブラックみたいなビターみたいなやつと普通のやつと全部食べます。全部一緒ぐらい食べます。その3種類。最近はタケノコの里よりもキノコの山ばっかり食べてますお昼ご飯決めてください。お昼はタケノコの里。言葉を。サーティワンは一面しか食べないですね基本。飾るより無口な僕でいる、うんうん。キノコに推し変しました。おいしい、キノコおいしい。そう、 DD なんですよ。
この前までは2週間前ぐらいまではタケノコしか勝たんみたいになってたんですけど、キノコしか勝たんよね。言葉もセブンのチョコクロワッサン美味しいですよね。わかります。言葉も飾るより無口な僕でいる、うんうんっていう振り付け、僕でいる、うんうん、恋を語る知人になれなくて。そう、チョコレート DD なんですよ。のに咲く花であればいい、てってってって恋を語る。ローソンとゴディバのコラボのやつは食べてないです。でも前にもあれやってて、前に食べたことあるんですよ、あのチョコのやつ。言葉を飾るより無口な僕でいる、うんうん。恋を語る、いや、7月後半ぐらいにはソロダンス変えたいなとか思ってますね。今はちょっとでもね、気に入ってるんですよ自分のソロダンス今。恋も語る、あ、マリトッツォみたいなやつ知ってますよ。絶対ミオ苦手。無口な僕でいる、うんうん。そう、自分で開発します。開発言い方。それでもあれ気に入ってて、ダンスの先生にもマネージャーさんにも褒めてもらえた。先輩のソロダンス参考にしたものある。え、真似はとかじゃないけど、あの死ぬほど見ました。もうソロダンスのある動画を全部見たんじゃないかってぐらいいっぱい見ました。バラありがとうございます。そう、前はね書いちゃダメって言われてたんだけど、いいよって。この前久々にリハーサルを見に来てくださって、言葉を、まあ言ってもね、ずっとソロダンスできるわけではないので。無口な僕でいる、うんうん。そう、研究生だから。宮前さんが好きだって。え、ほとんどいっぱいいろんな映像見たけど、ほとんど宮前さんだ。みおちゃんしか見てないから、いつでもソロダンスいいですね。それいつもソロダンスです。ときめきのまま。何？参考って言っても真似はできないです。あんな難しい動きは私にはできないですけど。校庭の片隅、一匹の子犬が、うんうんうん。教室を見上げて。
誰かを探している、もし言葉しゃべったら何を話すのだろう、恋はどこからかやってきて、近くを探すもので。ミキちゃんもビッグ耳だったね。ビッグ耳はねまだね2人しかつけたことないんですよ。ビッグ耳、あとビッグ耳と白黒の101匹ワンちゃんみたいなのと、あれがありますね、キツネみたいなやつ。アンコールの衣装のズボン誰が決めたんですかってなんか衣装は全部衣装さんですね、全部一回も自分で決められたことはないですね。そうビッグ耳はあんま動かせないみたい、重たくて。子犬の鳴き声変えていいの？何でもいいんですよ。それさ変えようと思ってたのこの前の子犬でも失敗しちゃったからびっくりしすぎて何にもできなかったよね。ウィンブルドン踊ったことないです。ユニットをねまずやったことがあんまりなくて、会いたかったと青春ガールズしかないですかね多分。バターとピッチャーも日替わり希望だってね、日替わりだと聞いていたのですがそうメンバーのイメージで一緒さんがわざわざ一人ずつ選んでくださってるみたいです。言葉を飾るより、何がやってみたい、めっちゃありますし、みんなでよく話す。それは何やりたいかっていうのはみんなで話すの。ハートありがとうございます。そう犬もね最初はずっと固定だったんだけど、ミュウもハイウエストのやつ気に入ってます。あれのウィーアーのアンコールのバンジージャンプやったことありますかって、ないです。ミレちゃんのサルペットはミレちゃんしか似合わない。星ありがとうございます。13日当選しました、おめでとうございます。衣装シャッフルしてほしい、大変だよ、ズボンの大きさとか違うからさ。みんなフレフレフレで頑張って、アンコールのセリフの場所変わったね、だって天才だね。変わったから間違えちゃったんだよねこの前、あの番号分かんなくなっちゃって。痩せた？だって全く全く痩せないです。星ありがとうございます。13日行けたら行きます。行った方がいいですよ、いつもと違うウィーアーグロイングアップが見れるかもしれない。サロペットミオちゃん全然いける。でもなんかさ年下用っぽくない、あれサロペット天文台めっちゃ良かったって。やった、天文台は頑張って揃えることを意識しています。13日ミレちゃんいないかな、ピッチャー昇格できるんじゃない、だってピッチャーね、あの私2軍に行っちゃったので出られないかもしれないです。やっぱ1回2軍に戻るとあの難しいんですよ、やっぱ選抜を目指すのは。2人同時に喋ってたね、だってあそういう時期もありましたね。
何を重点的に見たらいいですか。西井美代ってこう重点的に見たらいいかもしれないしないですね。天文台は誰ポジ、忘れちゃった。誰ポジだろう、わかりません、忘れてしまいました。天文台美代も歌が好き、やっぱあの夏草の匂いが好き夏草の匂いってとこが好きですね。あったね、青春ガールズもポジション変わったの。あったけどさ、変わった日に7人公演になっちゃってバタバタだった思い出、思い出、ずっと打たれてたからしょうがないね。そうですね、自分が悪いですよね、自分が悪いですよね。ちょっと厳しいんですよやっぱ。ああ、わかる。天文台のイントロもいい、渚のイントロもいいよね。てててててんてんてんてて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 。うん、キーは超高い、自分歌えてないかもしれないっていうぐらい超高い。伊藤さん三振できるメンバーね、ちょっと今のところいないですね。ダウトダウトダウト、ダウトは難しい。渚のイントロの笑顔になっていくとこが好きだって。あ、多いですねあれ、あそこ好きな方最初からかな、わかんない、気づいたら自分が映ってる。いつもシェイミもう一曲コーナーは月替わりにしてほしい。でもなかなか月で変わってない、変わってる気がする。ちょっとあのなんだっけ、恋落ちフラグは長かったかもしれないけど、カンガルーとかもね、12月のカンガルーも4回ぐらいしか披露してない気がする。結局青が1回やったの何だったの知らない青がやりたーい。定型文にバルスがないの寂しい。あ、え、なくなっちゃったの。何も変えてないですよ自分では。ダウトはリカちゃんを見てしまう、わかる、いい顔だよね。てててててんてんてててててんてんてんてててててんてんてん。しかもさ、やっぱりあのもう一曲とか ないまま天文台行っちゃうからびっくりしちゃうよね絶対、初日の時とかね恋落ちロスが続いてます。みも恋落ち大好きだから。てててててんてん、え、そう、12月のカンガルーはびっくりするほどやってない気がする。あ、7月になったから変わったみたいです、定型文。そう、望遠鏡もなければね、プールに水もないですからね。星ありがとうございます。絶対びっくりしたよね初日は。そう、カンガルーはねやってたんだけど、いつやってたのかな、12月だったあれ、覚えてないけど、いや本当に短かった好きだったんだよね結構、しんどいけど、ワンハーフだったけどね。ハートありがとうございます。あとアンコールがない時代に渚もやってるし、青春があるし、あれもやってるね、約束よ、アンコールがない時代に約束よもやってた。12月のヘイカンガルーフフー、七夕ありがとうございます。ハートありがとうございます。叫べ I love you、アイステラブルはエコバでやったかな、
やった気がするな。そう、アンコールがない時代あったじゃないですか、6人公演か、その時にやってますね。ハートありがとうございます。ハートちゃん、アンコールの拍手早いですか、大丈夫ですか。何の時だったっけな、シャッフル公演かミーアの初日か、どっちもかな。すっごい早かった。なんか嬉しいですけどね、早いと。なんかね、星ありがとうございます。そう、無観客公演の時はアンコールなかったから1曲追加みたいなの多分してたんですけど、記憶では。その時に渚と約束だったかな、記憶では。かわいいのギフトありがとうございます。やっぱ言葉がないから早くなっちゃうんじゃない、わかんないけど。早いと焦らないだって、まあ、いつも焦ってるから大丈夫。着替えの時はね、いつも焦ってるんですよ。しかも自分着替えるの遅いし。ユニットはやりたいですね。古い天文台まで、汗汗って感じですね。メッセージカードはいつからだろう、覚えてないや。有観女性限定の後ぐらいじゃないか、覚えてません。そう、制服レジスタンスやりたいって言ってるんだよね、ミキティアンと。ミキティアンとよく言ってます。古い天文台まで、女性無料招待公演楽しみだね。ぜひ男性の方は DMM で見てください。でもあんまりね、時間を費やせてないのが悲しいです。最終ベルギー、そう、ミッキーアンと制服レジスタンスいいですよね。野島香菜さんのソロライブ、ソロ公演を見てて、やっててうわいいなって思いながら見てました。あ、女性限定公演は3時ぐらいからだった気がします。土曜日その前のウィーアンは5時開演かな。撮影タイムね、私無理かも。泣いちゃいそう、自分の見たら無理かもしんない。アプリ使ってくれたらいいんだけど、可愛い人は何で撮っても可愛いんだけど、ちょっと厳しいかもしんない。マスクしたらワンチャンおじさんでも入れそう。基準、何基準なんだろう。時間間違えそうだね。ジャンヌ・ダルク、あ、いいですね。それをミキちゃんがやりたいって言って、ハートありがとうございます。あ、ツアーがあるからか、かぶんないようにしてるのかな、わかり、わかんないけど。ゼップツアーかな。古い天まで、一人真夜中家を抜け出してきたよ。いいなツアー、地元に来るなんて。ツアーね、出ないってずっと言ってるんだけど、なんかずっと出ると思われてる研究生。あ、ゼップ大阪と手形会かぶってるの、ピュン。ミキちゃん旗持ち似合いそうだよね、なんか身長高いしいい感じに。古い
天文台まで出るでしょう、多分。だって出るなら練習してるじゃん。もう間に合わないよ、練習しないと先輩たちはいっぱい練習してるの。大阪は出たいよね。だってでもかぶってるみたいですよ、手が高いと。密かに練習してるんじゃないのやばい、何の練習もしてないけど、いや間に合うかな。名古屋のゼップもいつあるか分かんないけど。古い天文台まで。そうだから皆さんがチケット取っちゃうから、あの発表された時から研究生は出ないと思いますってずっと言い続けてるんだけど、出るよねってよく来ます。秘密特訓な10期生やっぱ隔離されてる10期だけ。あ、宮崎知らされてないのか、なるほど。七夕ありがとうございます。そう、怖い夢やん、練習してないのに出ちゃうみたいな、よく見る怖い夢。やば、あ、みきちゃんの誕生日にもあるの10期。誰もやってないけど。そう、最初ね発表の時何かしらの形で出るって言ってたけど、あれは誰も知らない状態で喋ってるからね。ハートありがとうございます。だから出ません。楽しんでください、ゼップ。でもいろんな国じゃないな、何、地方には行ってみたかった。特に何もしてないけど、なんか気持ち嬉しくない？かわいいのギフトありがとうございます。古い、そう、過去は過去だから。昔は研究生出てたかもしれないけど、古い、そう、2日前とかに呼ばれたら、これはごめん、嘘ついたことになっちゃうよ。天文台まで一人きりで真夜中にこそりと家も向けるし。ハートありがとうございますね。美味しいものとかもいっぱいありそうだし、普通に行きたかった地方には。家を抜け出してきたよ。ハートありがとうございます。今は望遠鏡も あ、ほんまや、知らない間に天文台に変わってた。ぬるい。だから皆さんは劇場公演もぜひ来てください。星ありがとうございます。ハートありがとうございます。劇場公演でたくさん10期生見てください。あとはショールームとか見てください。映像とかコメントの可能性もある。いる？10期の映像とコメントいらないよね。古い、前座でいいから希望して。前座ね、一回だけやったことがあって、あのなんだっけあれ、レモンの年頃、緊張した、超緊張した。毎日ショールーム制限かな、ちょっと今はね、ちょっと厳しいですかね。大阪に美味しいたこ焼きってものがあるし、なんか流行ってるよね。
なんか丸いんでしょ、気になる。そう、レモンのめっちゃ緊張した。あの5分ぐらいをやるためにリハーサルに行って1回やって終わりみたいな。前座ガールズ、古い。ハートありがとうございます。流れ星もありがとうございます。流れ星天文タウマで一人き。そう、5分のために、あ、ミオたちはいいんですけど、そう、大場さんにも来ていただかなきゃいけないっていう申し訳なさを感じてた。5分のためにで一回踊って終わるじゃん。で匂わせしようってなってレモン買ってきてもらって写真撮りました。流れ星にお願い事、やっぱり願い事は言っちゃダメみたいな風潮あるじゃないですか。だから言わないでおきます。星ありがとうございます。流れ星そう、レモンわざわざマネージャーさんが買ってきていただいて、もうその靴の写真を載せたんですよ。レモンと靴の写真を載せたんですけど、載せてもらったんですけど、そのちょっと前に私がブログでレッスンシューズを履いた写真を載せちゃって、気づいてる方もいましたね。流れ星ありがとうございます。石津とミレちゃんと、うるみ、私はシナモロール、汚っ。めっちゃ汚れてた顔、ごめん気づかなくて。綺麗に見えるよね。でもハロウィン天文台まで、いつもこの子を使っています。今日はよろしくね。真夜中にこそりと、シナモンね、好きかって言われたら好きだけど、なんだろう、もうシナモンみたいな感じではないの。普通になんか全部好きで、可愛いものが、でたまたま買ったのがシナモンだっただけで、あの何でも好き、あの特に別にこだわって買ったわけじゃない、普通に、もう普通にって感じ。そう、そんな強いこだわりはないんだけど、普通にね可愛いじゃん、普通に見たら、だから買った。サンリオの推しは特にみんな好きですね。キャラクターとか人形が好きで、だから別にそう、そういうわけではないです。シナモンは食べたことないんですよ。どんな感じなんだろう。てか何シナモンって。流れ星ありがとうございます。そう、たまたま買うってなった時にシナモンが、あ、可愛いなって思ったから買ってみたって感じ。そう、みんな好き。ポチャッコも可愛いしね、あの子も可愛いじゃんね、コギミュンみたいな、ちょっと読みにくい名前なんだけど、八つ橋大好きですね。よ、あ、今八つ橋の話したっけ。なんか八つ橋大好き。あ、やさうさちゃんも可愛いよね。みきちゃんが好きらしい。シナモンって何？
古い赤福も好き。あんま食べないけど美味しいよね。え、シナモンの粉が八つ橋なの？え、どういうこと？シナモンの粉が八つ橋？ちょっと分かんないですね。八つ橋がシナモン味なの？みゆ、八つ橋大好きなんだけど。え、あの八つ橋だよね。八つ橋ってなんか2種類あるじゃん、硬いのと柔らかいの。柔らかい八つ橋めっちゃ好きなの。あ、え、わかんない。え、シナモンがあんま何かわかんないんだけど。そう、シナモロールって言うんだよ、この子の名前。シナモンって呼ばれてるけど。八つ橋はシナモンなの？八つ橋だったの？シナモン知らなかった。え、ニッキーが八つ橋なの？あ、間違えた。ニッキーがあれなの？シナモンなの？ニッキーが一番好きなんだけど。星ありがとうございます。知らなかった。一番好きなのに。薬味ってなんだろう。美味しいよね、シナモン。うわー、シナモンロール安出しだったのか。知らなかったな。ニキちゃん古い T シャツが八つ橋みたい。これマネージャーさんにもらったT シャツ。新しく学びました。シナモンはなんだっけ、八つ橋。あれがシナモンだとは思わないよね、普通に。じゃあさ、シナモン単品で食べることも可能なのかな。シナモンが調理されて八つ橋になってるでしょ、多分。粉なんだ、むせるね、じゃあ。なる。単品は無理なんだ。え、じゃあさ、シナモンをさ、例えば単品で食べるとさ、あの八つ橋の味がするってことでしょ。面白すぎやろ。いいですね。あ、胡椒みたいな感じ。胡椒単品で食べないもんね。塩は単品で食べるけどね。木の皮削ったやつ。え、じゃあさ、あ、バニラも粉なのか。あー、じゃあチュロスのシナモンはただ粉がかかってるだけってこと？すごいね。塩はね、よく食べてました塩単品で、小学生の時。バニラ豆なの？どんな豆？やば。豆からバニラできてんの？じゃあバニラアイスとかすごいね。すごーい。いや、そんな塩がっつりは食べないよ。こうちょびっと食べてた。あー、確かにチョコも豆なのか。確かに。どうやってさ、チョコレートになってるんだろうね。豆じゃん。バニラビーンズって言うね。でもバニラビーンズが何か分かんなかった。え、じゃあバニラビーンズはさ、豆が入ってることを言うのかな。ちょっと分かんないですね。あ、黒いつぶつぶがバニラビーンズって言うんだ。クマ、ありがとうございます。豆のイントネーションおかしい。ありがとうございます。豆？
豆怒ってるみたい。豆みはナッツはそんな好きじゃないけど豆は好きです。豆か豆豆ってすごいな。でも豆腐も豆からできてんの天才じゃん。豆豆どっちだろう豆煮豆ってなんだろう、なんだっけ、大豆、大豆。カキピーはカキだけ好き。味噌も豆なの。豆ってやばいな、すごー。え、ほんとすごいね。え、すごっ。豆無限大すぎて、可能性無限大。すごい。納豆食べれる。だって食べたことないんですよ納豆。この前な、ま、納豆の匂いを匂っちゃって苦手だった。すごいね。じゃあほとんどの食べ物豆からできてんじゃん。アーモンドのチョコレートはなんか昔はアーモンドのチョコレートも嫌なぐらいアーモンド嫌だったけど今は食べちゃう。たまにね食べたくなっちゃうんだよね。だからアーモンドはのチョコレートだけはいけるって感じ。豆すごっ。全部豆やん。候補豆からできたんじゃないもしかして。すごーい。マカダミアナッツもアーモンドも一緒。違いが分かんない。アーモンドのチョコなんか美味しいよね。この前なんか急に食べたくなっちゃって買った。珍しく。アーモンドはなんかダイエットにもいいとか言うじゃん。単品では食べようって思わない。でもガチで世界豆でできてんじゃないっていうか豆だね。ピスタチオはあの SK 入ってから知りました。緑の豆でしょ。食べたことないけど。ほらこの子ピスタチオに見えてきたもん。すごーい。今日のハイライトは豆。世界は豆でできているって感じですね。あと2分で終わるけど枝豆大好き。枝豆食べて配信してたこともあるよね。朝あの時は自粛期間だったのかな。朝よく配信してたね。週1ぐらいで朝5時とか6時か。今自粛してももしなったとしてもショールームいっぱいしそう。そうもともと今日は1時間しようって思ってたから2時からミレイちゃんのショールーム始まるみたいだからぜひアイスありがとうございます。ずんだってやつも食べたことないです。すっぴんツイッター載せても大丈夫。何でもいいです。自己化でも何でも載せてください。全部含めて西井美代なのでこの後は練習します。テテテルテンテルテテテテテテルテルテン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 。かわいいギフトありがとうございます。じゃあミレちゃんの通知が来たら終わろうかなチームミレ行ってきます。乗り換えちゃってるよ。欲しいものは七夕ありがとうございます。今日もありがとうございました。これでミレイちゃんの配信時間変わってたりして3時とかになってたりして、に多分2時だったんだよね見た時で。あ、かぶんないようにしようと思って1時にした。アバターミレイちゃんに変えなきゃ。しっかりやっちゃってるじゃん。スクショタイムお願いします。このシェイミちゃんと
シェミ。最初こうやって入れるのかと思って、石津にさ、こうやってこうって言ったらさ、違うこっちだよって言われたこっちだった。かわいい、マジでかわいい。なんで植木鉢なんだろう、かわいいね。ほらこれ本当はね切るんだけど、まだつけてる。あ、ミレちゃんのショールーム始まっちゃった。てってるってん、あ、取れた、バイバイセミちゃん。じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。今からチョコレート食べて地面に行きたいと思います。バイバーイ。